落ち着いて落ち着いて。お、すげえ。いや、すごい。カープちゃん一番だ。すごい。では10秒前です。あ。FEC チューンド。FEC チューンド 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 FEC チューンド。はい、どうもー、デコカエリです。僕リョウトです。デコボコトラベリングです。お願いします。はい、今回漫才のテーマが未来ということでね。なるほど。はい、漫才の方していきたいと思います。やりましょう。はい、未来っていうとですねはいはいはい、まあ僕たちデコボコトラベリングが結成した頃はですね、はいはい、リョウトは今のリョウトとは違くて毒舌とかがあんまりないキャラだったんですよ。まあなんかね、とっても本当になんか優しいというか、うみんなに優しい。そうそうそう、文句とか一切言わないみたいな感じのね、なかったんですよ、うん、だからもしよ、もしタイムスリップだから、もし今のリョウトがこのね高校でデコボコトラベリングを結成したリョウトに変わってたらどうなのかなっていうのをちょっと知りたくて。ああ、今のリョウトと昔のリョウトが入れ替わったらどうなってたのかっていうことね。でちょっとね、シチュエーションが何個か俺考えてまして、はいはい、それを一緒にやりたいなと思ってるんですけど。あ、いいですよ、いいですよ。まあデコボコトラベリングはですね、ご存知の通りだと思うんですけど、カイリーがずっと彼女いたんですよね。まあそうですね。で僕は彼女全然いなくて、はいはい、でカイリー彼女と付き合ってたけど一回別れちゃったんですよ、高校の時、はいはい、そうですね、高校の時に付き合った彼女がね、そうそうそう、別れちゃって、でいろいろとその時にリョウとも相談を乗ったりしてて、はいはい、でカイリーがある日突然電話かかってきて、うん、もしもし今ちょっと学校のところ来れるって連絡があって、はいはいはい、で来たらカイリーが俺新しい彼女ができた、紹介するねっていうのが今のもう最近別れた、最近別れたね、元カノだったんですけど、はい、だからあの時に2015年のこの2年前ぐらいのリョウトだったらどんな感じだったか今ちょっと試してみていいですか。一回試しにね、はい、お願いします。あ、リョウト、おう、どうした？ちょっと今日紹介したい人がいるんだけど、うん、この子、俺新しい彼女ってば。カエリめっちゃいいやし。ああ、ありがとう。この子お前生徒会長だったから、そうそうそう、本当にねチームワークもいいし、うん、お前のこと支えられると思う。本当可愛いやし。ありがとう。すごいな、うん、お前。頑張る頑張る、これから頑張れよ、うん。じゃあ次2017年のリョウト。それの時のリョウトが2017年のリョウトだったらってことね。はい、お願いします。はい、リョウト。えい、えい、テンションが違うな。どうした、どうした。ちょっと今日紹介 し,、はいはい、したい人がいて。あ、誰ね。この子今日から俺の彼女になったんだけど。あ、どう頭ぶつけたんかお前は。どういうことよ。どういうことだお前。全然可愛くないよお前。目の前で言うなお前。おい、ヤギと付き合った方がいい。ヤギと付き合う、誰がヒージャーと付き合った方がいい。目つってじゃん。だってさ、うん、ちょっと彼女に言っていい？君さ、だってさ、うん、付き合ってる時僕のフォローしてくれるじゃん、うん、こいつと別れたらすぐフォロー俺の外すよ、あんた。ツイッターのね、うん、もうすぐ、うん、もうツイッターへのフォローしないで、うん、お願いね。未来が分かるか言うなお前。その時の俺は未来分かんないんだからさ。頑張ってね、はい、こいつやばいだろです、ね、って感じじゃないだろ。じゃあ次のシチュエーションはですね、またあるばい。元カノがですね、カエリーを、あー、はいはい、ちょっと気になってると、カエリーを、まあ、付き合ってない前ですよ、付き合ってない時に、俺が付き合う、うん、前回別れた元カノのさらに前の時の彼女ね、前の時の彼女が俺にちょっと相談してきたんですよ、はいはいはい、カエリーと付き合いたいんだけど、ちょっとどう思うっていうのをちょっと言ってもらっていい、はいはい、2015年の俺がじゃあその元々カノの真似を知ればいいってことね。そうそうそう、お願いします。あ、リョウト、どうした、
リョウとカイリと仲いいさ。あ、仲いいね。で、ちょっとカイリと付き合いたいなって思ってるんだけど、リョウとどう思う？まあ、あいつはね、あのバスケ部でもキャプテンだし、本当にチームワークもいいし、うん、もう本当に支えてくれると俺は思うわけ。俺も結構いろんなことあったら、うん、大丈夫かとか LINE で来たりするから、本当にいいやつだから、俺は付き合った方がいいと思うよ。本当にありがとう。頑張れよ、うんうん、じゃあ2017年のリョウと行きましょうね。はい、お願いします。はい、そうなんね、リョウと、テンション違うな、テンションが違うな。どうしたどうした。あのさ、うん、リョウとカイリと仲いいさ。仲いいね。うん、でちょっと、はいはい、カイリと付き合いたいなって思って相談したんだけど、ね、まあね、うん、カイリはめっちゃいい子だよ。あ、本当に？でも、うん、別れるからさ。じゃあ言うなよ。別れるからさじゃないよ。別れて次の彼女行くけど、次の彼女もあの別れるからさ。やめれやめれやめれ、うん、うまくいかない。そんな人生はうまくいかないからさ。うんうん、ま、他の人行った方がいいと思う。やめれお前、うん、ええ、その未来わかんないんだからさ、うん、頑張ってね、うん、未来の人がそんな人行ったらねじ曲がっちゃうからさ。そうね、ねえ、でも2回別れるから帰りは。やめてやめてやめて、うん、その後別れてからもう帰りも落ち込みすぎて、うん、あの一回事故るからさ。言うな言うな、事故全部言うな、頑張ってね、うん、頑張ってねじゃないお前。ファーン、ファーン、未来未来で、本当に未来の量って出てこないで。結構いいですねこれ。よくないよや。結局お前ここもう1ヶ月半ぐらい俺の別れた話でずっと引きずってから、お前ずっと俺が傷つくだけの漫才しかやってない。要は亮との方がいいってことです。どういうことよ。どうもありがとうございました。デコボコトラベリングのビッグスモール。さあ CM は、はい、あ CM じゃないはい、はい、始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りとリョウトでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ね、勝手に CM 入ってましたけど、はい、あれが CM だったらもうすごい批判を受けると思います。なんちゅう CM 流してんだってことだ、ね、ダメですよ本当に。はい、というわけでね、はい、今日もたくさんの方来ていただいてます、はい、ありがとうございますね。もうかこちゃんもうね、また一番最初にありがとうね、こんばんはということで、こんばんは、はい、中谷猫さんこんばんにゃす、こんばんにゃす中谷猫さん、マリンちゃんこんばんは、マリンちゃんこんばんは、でゆうねちゃんこんばんは、来たよんということで、あーありがとうね、中ママさんこんばんは、ママさんこんばんは、こんばんは、はい、スプリームさん、父よ、はい、父よ、うちの父です、はい、さあ、かわいいりょうとくんと失恋かえりくん、もう失恋引きずらなくていいかなってそろそろ思うんだけど、ね、そうですね、もう終わります。今某局でゴリラコーポレーションの2人の元担任の宮代拓磨くんというパーソナリティのラジオ収録キャスト2曲劇で頭がごちゃごちゃです。どっちかに絞れー。アイアンマン、またすごいつながりですね。器用な すごいですね、シブリウム。さすがだわ、うちの父ですね。あの聖徳太子だ。そう、うちの父ですよ、ほんとに聖徳太子なんだ。はい、マリンちゃん今日誕生日なんでおめでとうしてます。マジっすか、おめでとう。じゃあ歌いましょうか。じゃあ行きましょう、歌いましょうか、はい、せーの、 Wherever you are、もう、はい、ハッピーバースデーって言おうとしてよ俺は。そんな分かるわけないだろお前。リスナーじゃミキサーのキャンさんも困ってたよや。 Wherever you are とか分からん分からん、か、うん、誕生日の歌かな、うん、じゃあ俺は分からんかった。俺昭和だからさ。昭和じゃないだろ。昭和か、昭和に謝る。申し訳ないです本当に。はい、はい、じゃあちゃんと歌いましょうね。はい、はい、せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday is the Mari ちゃん、 Happy birthday to you、 Yeah! わーすごいですね、誕生日まさかのラジオの時。はい、すごいですね、ありがとうございます。いいタイミングでしたね。で俺ちょっとうまくハモリ入れたんだけど、うん、どうだった？めっちゃよかったよかったよかった。これはねさすがですよね、はい、もう本当にハモリの帰りと呼ばれてましたからね。そうなんだ、呼ばれてたんだ、ハモラーっても呼ばれてた、ハモラーっても呼ばれてたんだ、はい、そうなんだ、もう本当に、はい、で夜の峰さんからコメント来てますね。はいはいはい、僕は失恋したことないです、なぜなら童貞だから。童貞でもあるでしょ、失恋ぐらいは。これが悩みだよ、童貞が一番の。童貞が強すぎて失恋のとかもそういうレベルじゃないんだ、ね、レベルないよ。そういうことで、シュプリームさん、リョウト君、ミナト君のハイスタのアルバムゲット、はい、お疲れ様、ありがとうございます、ということで、
ね、半ば強引にやらされたみたいな。あ、そうですね、気づいたらリューボにいました、僕朝の洗脳されてるし、洗脳されてリューボいましたけどね、もう、はい、マリちゃんありがとうございます、ね、あー大体しましたおめでとうね、マリンちゃん、ね、本当に何歳かな、もう多分85ぐらい、カジマヤ迎えるそろそろ、うちのばあちゃんよりめっちゃ年上やし、びっくりしたよ。違いますよ、ね、うん、はい、ちゃんとね、もうあの老人ホームも通って、はい、うちのばあちゃん老人ホーム今通ってるよ。や通ってる、やめれやめれ。はい、ということでもう、あ、17歳のマリンちゃん、すごい若いね、もういいですね、17歳、いいね、でもなんかこの10代っていうのがやっぱりめっちゃいいよ、バカできるしね、うん、ゆうきさんめっちゃお茶くれてるけど、あ、ゆうきさん本当にありがとう、やっぱ3人分ですよ、3人分のお茶くれてるんですね、そうですね、あ、そういうことね、俺とりょうととキャンさんの分3人分お茶ありがとうございます、嬉しいですね、まあ、はい、ありがとうございます、まあこれもう早いですね、本当にラジオ1週間がね、とっても早い、本当に早いよ、どうでしたか、うん、この1週間、いや俺あのね、なんとこの1週間の間にバイクの免許を取って、はいはい、そしてさらにバイクも買いました、はい、早いですね、本当に もうバイク乗ってますね、だって先週ぐらいにバイクね、卒検とか行ってたけどね、先週月曜日から通い始めて、早いマジで、でもうこのなんていうの、1週間ちょっとぐらいで取って、こんな早く取れるもんなんですね、意外とね、やっぱこの学科がない分楽というか、ああなるほどね、一、うん、回あの車の免許の時にやってますからね、そうそう、学科やってるから、そうですか、それでも今はもうね、バイク通いというか、ああいいですね、バイク通いやってみたいわ、主な手段はね、もうバイクで移動しますけど、いいですね、バイクもかっこいいですしねそう、いいバイク、ナンバーとかも行った方がいいですか、ナンバー言わないよ、大丈夫ですか、なんでここで俺ナンバー言わないといけない、見るかなって思って、あれデコボコの帰りだってなんだ、あのなんとかなんとか、やめれやめれ、ダメですね、本当に、いやでも結構でもなんていうの、分かりやすいと思う、だってあのナンバーに出身地のあれが書かれるから、うん、女村って書いてあるから、女村か、じゃあもうすぐバレるな、結構分かり、だって女村って書いてある、ね、なかなか見ない、なかなか見ない、女村は、だ南部で女村のナンバーのバイクが通ったら俺だと思ってくれて大丈夫です、はい、ぜひね、石ころとかぶつけたりやめれやめれ最近最近とか買ったばっかって2日目ぐらいに俺バイクにコーヒーかけられてた、ええー、マジかや、事務所のこの駐車場に止めてて、うわー、一昨日ぐらいの話なんだけど、これ絶対あれだわ、あのなんていうの、間違ったのじゃないわ、絶対に、だからなんか間違ってとかだったら、うん、一部にべしゃってかかってるはずなんだけど、このコーヒー、なんていうの、最初の頭の部分からもう後ろのこのブレーキランプの部分まで全部バッってなんかもうかけましたみたいな、これ嫌がらせやしたの、ふざけてるさ、もう絶対事務所の芸人ですね、いやその日あのあれだったわけ、この稽古あって、はいはいはい、であのその後、うん、なんだっけ、あのなんだっけ、コントの練習があって、で12時ぐらいコントの練習終わって、で俺中地とご飯食べて、はい、で中地怪しいな、でいや違う、中地はもうずっと一緒にいたから、そっか、で中地とご飯食べて、で、はいはい、あのなんとその日ね、朝の6時までうっそ芸人メンバーで人狼をしまして、はい、何やってるば、あの朝の6時までね、あんな6時まで人狼やるもんじゃないだろ、終わって、で中地にじゃあマック行くか、はい、中地もバカですね俺その日学校だったんだけど、寝ないで学校行ったんだけど、すごいな、で行こうとしてバイク乗ろうとしたらなんか濡れてるわけよ、濡れてるんだね、はと思ってよく見たら、はいはいはい、茶色いわけさ、でめっちゃコーヒーの匂いしてから、はコーヒーかけられてるみたいなもうがっつりかかってたんですね、そう、もうこのシートとかあの前のこのなんてメーターがある部分とか後ろの方とか全部もう滴り落ちるようにね、きついわな、でもどうしようかなと思ってタオルも持ってないし、でどうしようかなと思ってたまたま持ってた汗拭きシートで全部そしたらね、もうこのコーヒーの匂いとこの汗拭きシートの匂いが混ざって、すごい臭い、じゃあすごい臭いんだすごい臭いどれだって思ったら臭かったんだ、もうだから俺臭い状態でバイク乗って、うわ最悪ですね、本当に、本当にまさかの新バイクで、そうだから買って本当に1週間も経ってないから ね、やっぱ、うん、そういう嫌がらせは多いですね、本当にだからもう俺多分それコーヒーかけたやつ明日死ぬんだなって思って開き直ったそれぐらいの悪意、うん、もう明日には俺はもうだってあの、わら人形打ち付け、わら人形売ったんだ、今日打ち付けに行くもん、打ち付けに行くんだ、うん、虫蜜時にわら人形打ち付けに行くから、じゃあ見に行きますので、見に来たらダメだよ、見られたらそいつが死ぬ、あ、そうなんですか、じゃあやめときましょう、ね、わら人形売ってるとこ見られたら売ってる人が死ぬんでしかもしょうもない、しょうもない、そんなにまでそうですね、クソほどしょうもない話でしたけど、面白いですね、本当にいやもうね、そんな感じの1週間でしたけど、僕は1週間いいですね、こう亮とは何かあった？
あーちょっとイラつくのがあって、僕羽衣祭り行ったんですよ。あはいはいはい、は敵やって、ま、結構話題になってるさこの1年で。あ今ね話題になりましたね。 YouTuber が結構おみくじ全部引いて、はいはい、本当にあるのかみたいな、はいはい、あの本当に当たりは、俺さ今の敵やすごいなって思った。なんでなんで最初おじさんがさ俺にちょっと来てって言って、うん、箱があるんだけど、うん、この箱に7個のボールがあるわけ、はいはい、白いボール、そのうちの1個に赤いボールがあって、うん、見せるって言って、うん、いきなり見せて、はいはい、でこれ取って赤いボール取ってって言って、はいはい、取った瞬間カランカラン当たりって言って、うん、こっから選んでねって言って、めっちゃ豪華景品があるわけ、はいはい、は何これ、あの500円だったから500円でこんなにあれもらえるのかなと思って、はい、ただもうただ絶対当たりがある敵屋なのかなと思って、はいはい、やっぱラッキーって思って、うん、じゃあ選ぼうとしたら、うん、でもさ白いところはここの商品だわけって いきなり言い始めて、うん、はいじゃあ今からスタートですって赤いボールまた入れて箱に、うん、はい引いてください、説明だったばよ俺も当たりかなって思った。そういうことね、うん、おかだってお金も払ってないから、はいお金って言って、あムカつくわって思って、はいはい、クソジジイやーって思いながら、うわー本当にムカついて、はいはい、でもう俺どうしようかなって思って、もうしょうがない、うん、引くしかないって引いたら当たったやつ、当たったばや当たったばや外れれ、しかもこのおじさんもうビビってから、うん、カランカランも鳴らせなくて俺が鳴らしたお前が鳴らしたわ、しかもあもう本当に外せ、俺もう興奮しておじさんに抱きつこうとした、おじさんもしけてるからやめて当てちゃったんだ当てたわけ、そう今日あの KY チャンネルでありますので、ぜひ皆さん確認してください、サブ KY チャンネルに載ってると思う、やったぜって思った、本当にやったぜって。だから今の敵屋さんとか、うん、結構心理学使う、めっちゃ、はいはい、そういうことね、なんかちょっと思わせぶってこうやらしてみたいな、ね、一回やってみてって、はい、わざとやらしたりして、はい今のが当たりっていうシチュエーションです、はいはいはい、じゃあ次君の運で挑戦してみてください、はいどうぞっていうのが多い怖い、俺びっくりした。でもそれでも当てたんでしょ、当てました当てましたいやもうそれはそれで相当すごいよ、もう俺も当たると思ってなかったから1回目で当たったからはいはい、まあまあまあ、もうあのおじさんに感謝です。だからなんか KY チャンネルいるメンバーで、うん、あの敵屋やってどれが一番いい商品当たるかって言ってみんな選んでる時、うん、俺はおっさんにいきなり強引に腕つかれ て、引っ張られてこう言って言われて、おじさん、はい、こいつチャンスだわって、こいつすぐにあの引っかかるやつだと思ったら、はいはい、逆におじさんが俺に引っかかる、やられたっていう逆襲動画ですね。そうそう、これをいい景品が一番あって、あの、はいはい、このバッティング用の はい、あれ一番取られたくなかったんでしょうね、うん、君野球部なのって確認して、うん、野球部じゃないけど飛ぶようやそうそうそう、いいね、でもいいね、 それで、あの野球部にあげました あげたんだ、野球部あげて、もういらないので、うん、まあまあ、なんかね、使わない、ね、っていう、あの一番心に来る俺の位置にお前、ね、めっちゃいいやし、それ楽しかった。ゆねちゃんも動画見たみたい、ありがとうございます、面白かったって、もう本当にわじわじした、もうホットコーンもやらないと思ったもん本当にやらないっていうことで、まあまあ皆さんもねそういうところにあったら、はい、ぜひそうですね、やり返してあげて、外れるなって感覚で言ったらいいんでしょうね、当たるって思ったら ねなんかこの期待しちゃったら逆にね、そうそうそう、このなんか無理かもしれない、外れちゃうというか、うん、まあ俺は期待しても期待しなくても当たったことはないですけども、はい、まだ分かりませんからね、死ぬほどあの苦渋ないって有名なんでね俺はそうですね、俺も確かにあのスクラッチとか今までめっちゃ買ったことあるけど、うん、はいはい、あのちなみに一回も当たったことないです。そうなんだ、本当に一回もない。じゃあもう当たったら運が運気上がるけど、その、うん、当たるまでが長そうですね、本当に300円とかすら当たった、あんな300円とかでも当たらなかったりするんだ、うん、今まで本当に何十回買ってる、はい、あんまそんな、うん、そうだね、でもアイスの当たり棒は結構当たるんだけど、森永とかに感謝ですね、森永に感謝する場合、そうですね、本当にはい、まあそんな感じですけど、はい、じゃあ今日も怖い話、はい、やりましょうか。今日の怖い話はですね、そうね、今日なんかリョートがあの今日自分で本当に怖い話をリョートが持ってきたから、あのちょっと今日は俺の怖い話やめてほしいって言われて、ね、俺わざわざもうなんていうのかな、もう今日、ね、怖い話、まあ今日俺は探さないで
はい、まあ、ちょっと亮斗が持ってきたということで、その怖い話の方をね、ちょっと、そうですね、ちょっと待ってください。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。怖い話の方をちょっとちょっと待ってください、やらさせていただこうと思うんですけど、何分だ、ケーブルどこ行ったかな、ちょっと確認しましょうね。これがこれで、今日の怖い話はですね、はいはい、あの僕たちだけが怖いと思います。一番これかな、さすがに。あ、これですね、そうですね、ちょっと待ってくださいね。いや、もうなんか、はい、じゃあ今日の怖い話は僕実はあの今 iPhone なんですけど、はいはいはい、高校生の時はスマートフォンだったんですよ。で、スマホって画面割れたら、はいはい、結局もうね、使えなくなっちゃうからね、使えなくなって、うん、俺すぐ変えたんですよ。だから、はいはい、あのスマホに、あ、 iPhone に変えて、はいはい、でやっぱデータとか全部ね取れなかったんですけど、残したままで2年前ですよこれ、はいはい、2年前なんですけど、実はこの iPhone 俺撮ってたんですね、はい、で昨日ですね、たまたま友達が、りょうと、この iPhone さ、多分スマホさ、壊れたスマホ、画面タッチできないさ、指紋印象とか、はいはい、でもさ、これがあるって渡されたのが、このなんて言えばいいんですか、マウスあるじゃないですか、パソコンのマウスをスマホにつけたら動いたんですよ。すごい。で、あの僕2年前のだから動画とか見たら、僕たちがですね、怖い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 、は、あの初めて漫才をやった時のネタが動画に、うん、いやいや、はい、何それ、違うって、それは亮斗、はい、違うって、何ですか、怖いじゃないですか違うって、あ、僕もだから今日公開処刑ですよ、要は。いやいや、自ら公開処刑するな、はい、お前、あの今日ですね、あのこれ違うって、マジで音声だけでも多分楽しめると思うんですけど、これ違うって、ほんとに僕たちのちょっとだけですよ、長いから3分ぐらいあるから、まあまあ俺が恥ずかしいと思ったところで止めますので、皆さんに今日これを、あのゲロワンのね、市民の方々と、違うって、これは本当にもうツイキャスの方に今日は怖い話ということで聞いてみんな、もうじゃあ電気さんでもいいよ、はい、タイトル、何の雰囲気も出ない、タイトルは面接です、どうぞ。動画回ってますね、外でやってますね、怖い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 、はい、どうもー、あー、怖い、トラベリングです、お願いします、お願いします。帰り、何、俺たちもう高校3年生さね、だから就職とか決めないといけないさ、まあね、その上でやっぱり面接はついてくると思うわよ、ついてくるよな、え、だからよ、俺ここで面接練習したいわけさ、じゃあ俺が面接官やるから、うん、お前行きに来いよ、やってるよじゃあ次の方、失礼します、こっち、開かない、なんで、ドンドン、せいや、お前鍵閉めたか、せいや、あ、バチカチ、いや、それだけだ、悪魔、なんだったのさっきのガンガンは、すいません、ちゃんとお願いしますよ、はい、じゃあね、早速ね、名前を教えてもらっていいですか、ヒガリオトです、だってね、はい、じゃあ早速ですね、質問しましょうね、はい、我が社を希望した理由を教えてもらっていいですか、私が御社を希望した理由はですね、はい、世界平和を目的とした御社の経営理念、はい、世界平和って何、俺が行きたい会社はそういう経営理念の会社なわけよ、どこよお前、一点買ったっけ、聞いてんや、パン製造会社の、じゃあもうおじさんの工場線、あのアンパンマン出てくるやつ、そう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 、そんなところ行こうとしてんの、だからよ、そっち方向に面接持ってきてほしいわけ、まあよくわからんけどやってみるよっていうですね、あのはい、すいません、あの以上になります、以上になりました、以上になりますじゃないよ本当に、あのこれなんだわ、本当にしょうもない、しょうもないっていうのあの時はすごい面白いと思ってた懐かしい、これめっちゃ懐かしい、で音声でね伝わらないとは思うんですけど、いや伝わるよ、だいぶこの、ね、初心者感というか、ね、初めて感がもうすごい、だってもう俺もうなんかツッコミの仕方、もう何なんだば、そうなんだば、確かになこんな感じいやー懐かしいけど、なんだろうこのもどかしい気持ちわ、めっちゃ恥ずかしいわというわけで、はい、まあ、最初のフリートークはそんな感じで終わりたいと思います、これが怖い話でした今日は、はい、本当にありがとうございます、やらん方が良かったやつだ本当に、はい、じゃあそれでは一旦 CM でーす、どうぞ、
やばくない？あ、うさくさん、こんばんはってことで。あ、こんばんは。いや、これ本当に貴重だよ。これ貴重ですよ、貴重な映像。俺たちの初めての漫才練習動画というか。いやこれがね、あの、後にお笑い高校生会でやる。きついなぁ、これきついなぁ。いやちょっと、ちょっと、ちょっと、これはもう、嫌だなぁ。恥ずかしいなぁ。曲何か探します？あ、ゆとりで大丈夫です。ゆとりで、はい。はい、ちょっともうなんかもう帰っていい？俺も帰りたいマジで恥ずかしい本当に。いやでも昔これ2年前のあれなんですけど。はい、はい、CM 開けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。お送りしますよということでね、はい、ありがとうございます。いやもうそうですね、ツイキャスの方です、ね、シュプリームさんコインもらってます。ありがとうございます、シュプリームさん。あと2コインで延長になるんで、はい、よろしければ皆さんコインの方いただいて、はいはい、よろしくお願いします、はい、かこちゃんありがとうね。あ、かこちゃんありがとう。あ、そう、怖いですね。でも、はい、これ2年前のあのスマホなんですけどね、はい、僕昨日結構見たんですけど、保存されてるのとか、はあ、やっぱ2年前の量とも変わらないなって思ったのは、うん、ずらりとアダルトビデオやっぱ、ね、今も昔もアダルトビデオ、ね、ダウンロードしてる形跡がありまして、はい、やっぱり趣味もやっぱ変わらないなっていう、ね、そこは変わってほしかったよ。本当にさすがリョートだなって思いましたよ本当に感心する場所がおかしいけど、ね、ちょっと昨日も、うん、あ、3分間俺ずっとあんな、昨日も汗汗いやまあまあまあ、それはそれでね、またなんかいい思い出というか、もう なんでしょうか。はい、そんな感じです。はい、はい、というわけでじゃ あコーナー行きましょうか、はい、お願いします。はい、コーナー行きましょう。 YouTuber への道。恥ずかしいなはい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、僕たちですね、YouTube のチャンネルを持ってまして、はいはい、KY チャンネルとサブ KY チャンネルというのがありまして、はい、KY チャンネルは毎日投稿となっておりまして、さあ、毎日じゃないですね週1投稿を目指してまして、はい、で、サブチャンネルがですね、結構週に何回か投稿っていうのを今頑張ってため撮りしてるんですけど、はいはいはい、やっぱり企画を考えるにはいろんなのやらないといけないということでですね、まあ、今日も考えてきましたよ。はい、一つ目はもう見たと思うんですけど、皆さんやっぱり今声だけしか見てないじゃないですか。はいはい、ね、さっきのこの両党たちの若彼氏頃のね若彼氏頃のね、だからこのちゃんとした動画と俺たちが本当に本当に恥ずかしかってるリアクションをマッチした動画を出します。どういうこと、どういうこと。だからワイプで俺たちが見てるのと、あの実際に俺たちが高校生の時代やってた動画を一緒くっつけ合わせてあ本当にワイプで、うん、しかも3分間なんで本当に飽きない程度なんで、絶対嫌だな。やりたいと思います。絶対嫌だな。これもうすぐにできるんで、これ今日でも明日でもすぐにできるので、もう嫌だわ本当に。やりたいなって思ってます。で、はい、まあ見せたかったんですけど、はい、スマホさっきですね、はい、これもちょっと見たいなと思ってまして、はいはい、まさかの亮と、うん、ま3年前ぐらい、あ、2年後の自分へみたいな動画を俺撮ってて、ちて、うん、すごい当たってんなと思ったのは、亮とは。はい、今でもカイリーと漫才をお笑いやってるんだけど、リョトは今でも
童貞でしょうね。本当に本当に当たってるやし。童貞でしょうね。うん、このクソがみたいな。動画やってこのクソがって言って、うん、どうせお前は勉強とかもやらずにすぐに辞めただろうな。辞めただろうな。多分大学のことなんでしょうね。辞めただろうな。このクソが。で、切れて。本当にこれ夜に見るべきものじゃなかったなって最初だから高校生の時代、はいはい、あー恥ずかしいってやったとこのクソがあってまさかの2年前の自分に言われてダメ出しされて2年前の自分に今の自分をダメ出しされてそれもちゃんと残ってるので見ようかなって思ってるんですけど、はい、っていう感じですね、はい、当たってますね当たってますね童貞でもお前には本当にすごいことがあってお前どうせ風俗は行ってないだろっていうのは言ってて、はい、当たってるねあさすがリョウと分かってんなと思ったこのクソがって言ってあ、はい、死ねって思いましてね死ねってこの前のリョウと死ねって思いました痩せてたよ前の頃のリョウとは、ね、なんか昔のリョウと本当に骸骨みたいだからもうそう本当にもう、うん、あの死んな吸ってたのかなぐらいもう痩せを襲ってて本当に今と本当に別人本当に骸骨ですごいもう本当に今がいいと思うやつれてたよね、うん、やつれてた本当に死にかけみたいになってるもん死にかけだって本当にやつれてた、うん、これもね、はい、見せたいと思いますので、はい、もうみんな見たいっていうコメント多いです、ね、あぜひぜひですねシュプリームさんからなのにカエリ君はネタ合わせる彼女を選んだのか怒りまわせてる君のお父さんに僕今説教食らってるんですけどもあいや、ね、どう考えても彼女だろええはい両党だろいやおかしいだろ両党だろはおかしいだろ死ぬ時まで漫才しようなって言ったのに俺はすぐ裏切って言ったよや彼女のところだから今は確かに両党選んでるかもしれないけど、うんね、俺彼女できたらすぐ彼女行くからもうすぐ彼女引くよ引くなお前ポンやめろやめろこのクソが2年前のリョウトもいたのみたいな2人お前俺2年前のリョウトと今のリョウトに彼女惹かれるわ惹かれるっていう痩せほつったリョウトとちょっと太ったリョウト2人ともシンナー吸ってる俺がシンナー吸ってるみたいなやつそしたら面白いですねこういうのもやりましょうやらないよやらないですやらんわやんでたのっていうねちゃんから来て昔はリョウトやんでたあ誰のことですか僕ですか、うん、お前僕やんでましたね彼女もできなくて本当にね、大将がこんばんは遅れて登場してああ大将いつも見てくれてますねありがとうございます、ね、なんかねヒーローは遅れてやってくるみたいな言い方で登場してますけどもあんたが思ってるのいや死んな吸ってんなお前多分吸ってないよさあ今日のじゃあ次2個目いっていいですか2個目は簡単です サウナでウノをしようサウナでウノをしようサウナ暑いじゃないですか俺最近体験したんですけど、うん、サウナ暑いよねものすごく暑いんですよ、うん、確かにサウナでウノして、はい、勝った人からだんだん出ていくんですよねああそういうことねそうもうやつれたみんなの顔が見たいは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 いそういうことかそういやでも俺ウノ強いから全然いいよいった先に出れるもう帰りこう強いって確信した時に絶対に負けるんですよね絶対に負ける、まあ、あるあるだよねそうだから2チームぐらいに分かれて1回やりました負けた人がずっと残ってまた次のチームが来てみたいなあー勝ち抜けみたいな感じで、ね、そうそうそうで行くっていう、はいはい、もう簡単なゲームですよそれをただ取りたいサブちゃんで、はいはい、もうやつなんか本当にサウナって結構大変です、ね、まあまあねきついからねこの熱いって蒸されてる感じがそうもうなんか最近もう行ったんですけど温泉、うん、もうねもうみんな耐えきれなくて、はいはい、もうやばかったあもうサウナでちょっとイラつくこと言っていい、はいはい、サウナであの俺たちの行ったところのサウナあのなんか男女で行けるような感じのところがあるんですよープールがあって、はいはい、温泉もあるんですけど温泉はまあ男子では男子ででもあの温泉の隣にプールがあってプールも行けるんですよね、はいはい、ちゃんと水着着て、うん、そのプールの中にはサウナがあるんですけど俺たちサウナ行った時にプールのところの、はいはい、もうねあのただでさえイチャイチャして暑苦しいカップルがサウナに入ってて、はい、本当に温度上げようかなと思って温度上げたらお前すごいことになる蒸し焼きになるぐらい温度上げようかなってもうだから本当に暑いねサウナってみたいな、うん、じゃあくっつくれさびゃやその通りだその通りだでもさ沖縄観光客、うん、沖縄来たからさ、うん、こういう暑いのもさやかましいよや沖縄来てもどこ行ってもお前ら暑いよやたとえヨーロッパに行ってもな、うん、ずっと暑いよと思って、うん、お前
もういっか名前です。サトシ君。出すな出すな。だんだん暑くなってきたみたいな。はいはい、うわ頭狂いそうみたいな。はいはい、いやないや元から狂ってるよフラヤ。出ていけ。はいはい、本当にそういうのありましたけども。はいはい、まあ、サウナもいいですね。サウナもね、はい、俺も。まあ正直俺もサウナ結構好きなタイプ。俺は 3,40分ぐらいは全然耐えれる。本当に、うん、でウノも強いから。本当に、じゃあ俺からしたら結構。いやもう分かった、ルール変えましょう。変え、変え、変えり3回、ここで変えるな。3回勝つまで出れません。やめれやめれやめれ、ここで変えるな。俺が不利なルール。いやこういうのやりたいなと思って、ちょっと思い出を作る動画もね撮りたいなと思って。はい、そんな感じの動画も撮って、はい、皆さんにぜひ見せていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで以上、はい、YouTuber への道でした。ありがとうございました。そして続いて曲の方行きたいと思います。今回はですね、あのねもう今話題沸騰中のあのグループの曲でございます。はい、もう皆さんも多分この話題沸騰中のって言葉でね、大体なんとなく分かったと思うんですけど、韓国グループだ。まあまあなんとなく、まあまあそんな感じですよ、行ってみたら。はい、それでは曲行ってみましょう。はい、ハイアップローでゆとりです。はいはい、ということで、ハイアップローのエントリーが流れてますけども。さあ、まあね、入れましょうね。はあ、もう、そうですね。あ、シュプリームさん、当たってます。あ、う、あ、違うよ。間違った、間違いました。違うよ。サウナにウノじゃないよ。神田ウノですね。そうです、サウナでバーベキューとかどうかな。サウナでバーベキューいいっすね。サウナでバーベキュー、いい、シュプリームさん。さすが僕の父ですね。でも、あの、多分サウナを出してる側が許してくれないから。じゃあ作りますか、もサウナ作るの。サウナ作りますか。おかしいな、もうやりましょう。あ、さやさん、こんばんは。あ、こんばんは、さやさん。こんばんは、いらっしゃいです。世の皆さんね、はいはい、ドナルドとドナルドトランプがウノとババ抜きでということで、あの、世の皆さん、こんなあの頭脳を持ってるなら他のことに生かしたもんね。本当に、もう本当にここで使う頭脳じゃないです。もっといいところで使ってください。本当に好きなんですよね、僕の世の皆さんね。コメントが良すぎるシュプリームさんしかね。本当にすごいですよ、本当に。はい、ということで、もうどうですか、最近は。あの、女の子とイチャイチャすることとかありますか？いや、ないですね、本当に。もうなんか結構、なんだろう、皆無、ほぼ皆無というか。あー、なるほど、うん、難しいですもんね。うん、なんか誰か俺とイチャイチャしたい女の子いたら、ぜひ僕の DM まで。イチャイチャしましょう。一回僕と僕のお母さん通さないといけない。お母さん、日本とのお母さん通さないといけない。真由美通さないといけない。あの、一回連絡いただいて、はい、あの、真由美の審査をして、あの、それで OK だった場合、僕とイチャイチャさせていただきますので。真由美は多分僕の方に受け流すと思うので。あ、そうなんです。結局じゃあ、リョットの審査を通らないと、はい、ダメですね。真由美がいくらいいって言っても僕は許しません。ね、なんでよや、真由美の審査なんだろう。ただ入れたかったんですよね。はい、ということで、はい、もうそしてゆねちゃんはなぜかりょうってとイチャイチャしたいということでね。僕とイチャイチャする人はいないですかね、今この中で。やったぜ、やったぜじゃねえよ。今日のおかずゲットだぜ。ふざけんなお前。すいません。おかずっていうの。あ、うさくさん久しぶりに見れて嬉しいですということで。ゆねちゃん可愛いですからね。はい、あ、さやさんが2人のツイッターをフォローさせていただきました。ありがとうございました。もう本当にさやさんも可愛い。シュリムさん、期待通りゆとりさっき収録していたボーチャタン曲でハイアプロをリクエスト流してもらったよということで、ありがとうございます。シュプリスン、僕の父なのでね。で、大将、タイプとかないんですって。タイプね、なんだろう、なんか可愛ければ何でもいいです。はい、タイプ、そうだね。どんなタイプが書いていいの、俺あんま聞かないもんね。なんだろう、でもなんかどならがいいんですか。なんか俺、なんていうの、短髪が好きだったんだけど、最近なんか長髪。ああ、長髪ね、このバカタレがーって言って。はい、ごめんね。お前、何ここでこんな、おいおい、あの、ボケたつもりだったんですけど、あの、いまいち分かんなかったっていう、ね、いまいち分かんねえぞ、もうこいつやばいぞ、ほんと。
はい、あ、さっきのハヤプロでアルバムとか出たら嬉しいなということで、あのアルバムね、一応予定では来年の2月に発売する予定、予定では予定では今予定なんですけど、12月にも出るかもしれないっていう噂が出てますね。3曲目もやる、やらないとか、 PV も出る、出ないっていうのがちょっと今、まあ、まだあのちょっとあの公式には、うん、僕たちもあんま分からないんですけど、はい、あの言えないことも多いんですけど、はい、ね、あの一応出る予定でやってはいますので、皆さんよろしければアルバム CD で出ると思うんでね、よかったら買ってくださいお願いします、はい、でタイプの話に戻ります。はいはい、タイプどんなですか。ちょっとなんかね、ね、でもどんななんだろう、髪が長いとか好きになったのか、幅広い、結構あのお姉さんタイプが一応 S か M だったらどっちなの。 S がいいんだ、カイリーが M になりたいんだ。いやでも全然攻めでもいいんだけどね。攻め、元カノの時はどうなった。元カノの時はまあ攻めだった。ああ、そうなんだ。でもその攻めすぎてかなんでかわかんないけど、ちょっとなんか攻められたいなっていう気持ちも出てこなかったり。S か、リョウトはどっちだと思います。リョウトはどう考えたら M でしょ。10秒前です。そうですね、5秒前、3、2、1。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、 CM 開けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。やってみましょう。というわけでね、はい、はい、まあやってきましたけども、早いですね。またはい、もうね、なんだろう、結構時間もね来ちゃってますけども、本当に、はい、あ、モンチさん、ありがとうございます。大体もう紅芋ふかふか美味しい芋、あんの芋ということで、はい、紅芋いいですね。で、今芋というと、ね、最近野国総監祭りとかがカデナでありましたけど。あ、野国総監ですか。はい、あの野国総監の祭りがあって、僕野国総監のあの子孫の友達と、あ、間違えました、子孫の友達と野国総監の、うん、あのこの家系の人と友達なんですけど、あ、友達なだけなんで、はい、お前が野国総監相関と繋がってるとか、はい、そういう、あ、そんなことじゃないですね。普通に友達なだけなんだ。ね、どうでもいいわ。俺も一回どうでもいいなと思って。はい、で、あのそうですね、あの CM 中に話してたんですけど、はいはいはい、僕とイチャイチャする人いないかっていう話だったんですけど、あのなんとサーヤさんがダーカイリ君をハグしようということで。なんで両方がいいっす。もうなんかあの、いや違う、聞いて、はいはい、もう適当感がすごい。もう誰もいないから、じゃあハグしてあげますかみたいな言い方ですよね、これ完璧に。じゃあもうサーヤさん S だS か、じゃあ、あのじゃあぜひ僕をいじめてください俺母ちゃん聞いてればいいのにな絶対嫌だ。カイリの母ちゃん聞いてればいいのになあー、そうだよ、お母さん聞いてんだよな、よく考えたら。そう、僕の母ちゃんも聞いてるんだけど。あ、もう終わった。本当にうちの母ちゃんは本当に終わったわ。うちの母ちゃんも一応ある会社が、うん、うちの母ちゃんの会社がここでラジオしてるんですけど、あ、はいはい、あの本当に迷惑だからやめてって言ってました僕あのマンコとか言わないで。あ、そういうことね。うちの会社も昼にここで FM ギノワンでやってるのに、はいはい、なんでお前は夜にマンコ発言をするのか本当にやめてくれと。その通りだね、はい、本当にあの、うん、ある会社がこっちでやってるんですけどね、はい、もうじゃあ、まあ、ここでもうすいません、はい、なんかすいません、本当に大変申し訳ございません。すいません、マンコ、マンコ、母ちゃん、マンコ。明日もラジオなんですけど、ね、明日もラジオやると思うんですけど、はい、楽しみにしてる。あ、シュプリームさんが責められたいのか、だったらうちの嫁がボコボコにしてくれるよって意味が違うな。ちょ、あのそういうことじゃないんですよね、なんかやっぱ父はすごいなぁ、うちの母ちゃんがボコボコにして。ちょっとなんかあのすいません、なんかもうなんかそういうことじゃないんですよ。うちの父はすごいな、はい、いじめてほしいっていうのはなんかこのね、あの攻め方をもっとじらしてほしいっていうか、なんかそう、あのそんな感じのやつなんで、こう多分シュプリームさん本当にこうボコボコにするって感じで、多分あれだよね、あのなんかゴルフそうだね、本当にクラブとか持ってからこういうやつだよ。極戦とかで出てきそうな、もう訳のわからんパイプとかねはいはいもうそうですね、本当にそうですね。まあいろいろね、今日15夜だけど。ああ15夜、ああそうですね、あのうん、餅食べます。
ムチいいですよね。本当今日もちいいなー、マスキーちゃんと分かってますね。十分。はい。今日ゴエク先生がレモンケーキ歌ってたらしい。うん、語ってた。楽しかったよ。あ、レモンケーキ俺好きっすね。レモンケーキ。レモンケーキ。あれ面白いよね。あれ。沖縄にあると思ったら内地にも売ってるんだねみたいな。沖縄限定ってわけじゃないらしいですね。ないみたいな。面白いですよね。そう、結構レモンケーキについて語られてるんで、よかったら皆さんご予定賞大全買って聞いてみてください。お願いします。とても面白いね。ゆねちゃん、はい、うちりょうとさんがいい。ありがとう、ゆねちゃん、ありがとう。じゃあもうわかりました。僕今日からりょうとって名前になります。嘘でしょ。じゃありょうと帰りに行きます。DM バンバン送るわ。そんなことしないよ俺。大学行ってみたい。でも帰り、ああまあ確かにね、大学ね、うん、楽しいよ、うん、で一日だけ帰りとして行って、うん、多分帰りその次の日行ったら本当に引かれてると思う。じゃあもう絶対やらないでください。でモンチさん、あ、帰り君髪切った、なんか雰囲気違う気がする。あ、いや切ってないです。うっそ。髪切って、いや、あ、ただなんかちょっと多分ね、バイクとか今バイクで来てるんで、る、ね、ヘルメットかぶってるから髪型がね、ちょっとうまく、そういうことですね。さやさん、いやいや適当じゃないよ、ちゃんとあったらハグしよう。あ、いいですね。もういいですね。もう本当に、すごい勢いでハグします。じゃあ、はい、僕もハグしてください。本当に後ろからでもいいので全然。いや、これ俺に対してのハグ。いやいや、両党はさやさん俺のもんだから。そっか、でもいいや、俺ユネちゃんいる。ね、お互い新しくフリーハグ友ができたということで。はい、友ができたので全然いいですね。シュブリームさんのこのコメントはそうですね。那覇のはい、那覇のマンコやろ。言うな言うな言うな。本当に、はい、もう俺わざとぼかしていった。あ、そうですね。もういいですよ、どうせ明日もうちの母ちゃんもラジオやってるの、うん、マンコマンコ、ね、マンコマンコ。はい、次行きましょう。はい、りょうと可愛いところは、りょうと羨ましいなって思うとか、声が可愛いところ、愛される笑顔かな、可愛いぜということで。そうそう、ね、本当に皆さん、ね、愛してますけども、嬉しいわ、今一番愛してるのは僕なんで。はい、本当にもう好き。ラブラブのカップルか。はい、はい、本当に。でゆねちゃんがフリーハグ、フリーハグということで。だから本当にやらないといけないよ、本当に。もうやろう、本当に。土日で、土日で、はい、本当に。でシュプリームさん、ふちゃぎなんて食べないね。うちはレモンケーキにしたよ。お、レモン。あ、わかるよね。すごい。銀座で見た五木先生のお礼分かった。お、レモンケーキ。そうそうそう、このこれこれこれ。これちょっとムカつきますよね。レモンケーキ。あ。レモンケーキ今、りょうとも作りたい、なんかバイアグラ。あれ飲んだら勃起が止まらないみたいだね。やめて、ほんとに、ほんとにバイアグラ、ほんとにやめて。やったら多分うちのマネージャーの日賀さんがぶち切れると思います。俺が毎回このね、学校に女村から通うときに、はいはいはい、通るときに読谷のある電柱に巻きつけられてる広告なんだけど、はい、あ、なんで生活改善用品バイアグラ。いや、これなんだわ、マジで。絶対シュプリームさんが書いてるわ。そう書かれたこの電柱にこう貼られたやつ毎回目にするわけ俺。しかも女そんで。もうびっくり。すごいですね、もう、うん、訳のわからないですね、本当に。私が沖縄帰ってきて、誰忘れたなんて言わないよ。ああ、やっぱエスだわ。言わせないよ、言わせないよってさえさんがね。あ、もうぜひ言わせないでください。やっぱりじゃないね、もう、はい、すごいいいですね、本当に。何ね、本当にいいですね、本当に。来たらすぐハグしますからね、もう。ありがとうございます。もう他の方でもみんな、ね、はい、やるんで、ぜひ、中谷の子さん、明日マンコ公園で写生大会しようということで。じゃあ僕も参加しましょうね。参加しましょうね。じゃあ女性が行ったら余計なんか、中谷子さんは絶対飲んでるわ。絶対に飲んでるわ。いや、シラフかもしれない。嘘。じゃあもう好きですね。結局好きなんかよ。好きですね。はい。で、まあコメントいっぱい来てますけども。早くやりましょう。もうコーナーも行けてないし、ゴエク先生のレモンケーキも流れるし、もういろいろ大変ですよ。レモンケーキでもう。じゃあ今日はレモンケーキバックに。そう、相談やりましょうか。はい、じゃあもうそのまま行きましょう。お願いします。もうね、コーナーの振りも全部なしでも、はい、入りました、コーナーに。入りました、はい、今コーナーに入りました。はい、と、はい、いうことで、はい、訳のわからんコーナーになってますか。はい、恋愛相談のコーナーです、はい、今もう。じゃあ最初の恋愛相談からいきたいと思います。はい。おかしい。これバックに恋愛相談おかしいよ。やってみましょう。一応これでやってみましょう。はい、じゃあ恋愛相談いきます。バイト先の、あ、じゃあこれも恋で、バイト先の先生を、あ、バイト先の先輩を好きになりました。初めて好きな人ができたので
何をどうすればいいのか全くもって分かりません。これはこれあれだな、あの五育英賞なんたらみたいなマーチみたいな。俺これめっちゃ好き、これこれでいきましょう。どうでしょうか、さっきの、はい、先輩はね、あ ミックスのやつかこれ。じゃあおかしい、これをバックにやる。早く進めて、はい、もう時間ないから。はい、はい、どうですか、なんだっけ、好きな先輩、好きになりました。わかりません、もう、ま、どうすればいいのかわかりませんって。初めて好きな人ができたの、何をどうすればいいのか、どうしたらいいかわからない。はい、ごゆく先生に相談しましょう。はい、じゃあ次行きます。次行きます。どうですか、どうしたらいいかわからないと。そうですね、そうだね、あんたの先輩チンダミしましょうかね。違う、すごい、あの、脇がわからないですね、本当に。本当に脇がわからないわ。どうですか、違う、あの、ね、あーもうすごい、もう五育先生が暴走してるわ。あのですね、あれですわ、はい、ですね、ちゃめえ。やばい、こんなに混乱してる帰りを見るのは初めてですね。あのそうですね、だからあのやっぱあの俺何度も言ってると思うんですけど、はいはいはい、恋愛ってあの情報戦なんですよね。なるほど、情報ですね。まずその先輩につながる何か情報をね、うん、そこからあの、まあ、例えばね、知り合いの友達でもいいしね、はいはいはい、どうにか話せる、うん、なんかその話題とかもいろいろ集めて、まあ、例えばですよ、あの、はいはい、その人が五育先生好きかもしれないだとしたら、あの五育英賞大全買いまして、で購入しまして、その CD で、まあ、聞き込みます。そしてレモンケーキ節面白いですよねって言ったら、そこから話が盛り上がるわけです。そういうことで、じゃあ五育英賞大全を買いましょう。はい、めちゃくちゃだ本当。じゃあ次いきます。自分から共通の話題を振ってみたら普通に話してくれます。最近初めて名前で、あ、これ違いますね、間違えましたね、すいません。はい、あ、ハリマルさんこんばんは。はい、次いきます。彼氏とデート中に私が他の男性を目で追ってみたら、彼氏がすごい、なんだこれ、すごい、機嫌悪く機嫌悪くなりましたが、浮ついた人は嫌いだ、そんなことくらいで起こりますかってことです。浮ついた人は嫌いだ、そうやってデートしてるときに目を追ってちょっと追ったぐらいで、ね、ぐらいで、うん、機嫌悪くなると、機嫌悪くなる、そんな彼氏はチンダミするよ。はい、はい、てかもうこれはね、栄翔先生が悪いですお前悪くない、栄翔先生が悪い、そう、そうですよ、五育先生が今のは悪いですよ、ね、でも目で追ってしまうのは本当ですか、しょうがないですよ。はいはい、まあね、じゃあなんていうのかな、別にね、なんか浮ついてるとかそういうことじゃないと思うんです。だってあの恋愛の好きと、あの誰かかっこいいかっこ悪い、あ、かっこいい、はい、かわいいってやっぱ別もんじゃないですかね、うん、言ってみたら。そうですよね、まあ、確かにその人がそういう風になる気持ちもわからなくはないですけど、はい、はい、でもあのだってじゃあさ、例えばさ、うん、2人でデートで歩いてます、はいはいはい、横を五育先生が通りました。目で追っちゃいますよね。追っちゃうよな、絶対な。それ追っちゃって見て、それに対して浮ついてるって。そうですね、なんか違うじゃないですか。確かに、そうですよね、そういうことなんですよ。そうです ね、当たってます。だから、まあ、要は栄翔先生がそういう場合はあのね、彼氏に五育英賞大全を買ってあげてそれを聞かせてあげたら、目で追っても、あ、じゃあ仕方ないなってなるんで、あの五育英賞大賞を買いましょう。お前ただの宣伝やし。お前頑張ってや、お前事務所が押して俺たちも押してるやし今五育先生。お前やばいやし俺たち。お前すごいよお前。まあでもあのなんていうんですか、その女の方の、はい、女性の方の考えは間違ってないです、はい、そんな軽くで怒るような人は、そうですよ、五育英賞にチンダミされ、はい、られてください。はい、本当にもうこれは別に僕たちのあれ、別に事務所がこう言ってって言ってるわけじゃないですよ。そうです、僕たちが自ら推してるので。なぜか僕たちも本当に不思議です。あの2時間前まではね、はい、普通にしようとしてたよ、本当不思議です。なんでこうなったのかもわからないです。面白いですねやっぱり。皆さんよ、もう今日のラジオね、もうひとまとめにすると五育英賞大全を買いましょう。買いましょうっていう。以上、これにしか尽きないんで。絶対恋愛相談とは絶対繋がらないと思ってたけど、本当になんで告知になったのかっていうのが本当に気になりますけどね。本当はい、まあそんな感じです。はい。はい、ということで、もうあと意味がわからないですね。でも目で追っちゃうことってありますもんね。あるもんね。だって可愛いの、うん、あれとかっこいいの
ね、やつとまた好きな気持ちとは別もんだから、そうですよね。だって好きな人がいても可愛い人には可愛いって思うんです。テレビ見たりしてもね、この人可愛いなってなったりするし、うん、そうですね、かっこいいなって思ったりするから。俺も最近バイト先で、あの、うん、めっちゃおっぱい見るつもりなかったけど、めっちゃ肌露出してる人おっぱい見て、うん、こいつ何なのみたいな目で見られてさ、うん、本当にだからあのどういうこと、おっぱいは目で追うってことなんですね。お前がおっぱい見たっていう話になっちゃってるんだけど、はい、今栄翔先生のせいだね、これ違うよ本当に違うよ、お前もうおかしくなるよ洗脳されますよ今日はもう本当に、はい、あ、もんちちさん、最後にちょっとコメント、はい、あと2分ぐらいなんですけど、あ、全然、はい、大丈夫ですよ。最近忙しすぎて恋心がなくなりそうですが、恋、うん、を忘れるようにするいい方法があったら教えてほしいです。なんかこのまま年を取っていきそうで、ライブの帰り道を一人で参加寂しくてということ。あのですね、これはあのやっぱりね、あの なんて言うんだろう、わかる、めっちゃなんて、これ難しいことなんですけど、やっぱり、はい、あのなんか自分がいいなって思う人を、はい、まあ、常に探すというか、常に僕たちのライブいっぱい見に来てください、見つけて、まあ、でもなんか正直恋ってやろうと思ってやるもんじゃないんですよ。なるほど。気づいたらできてるものというか、ちょっと、まあ、哲学的に言ってるんで、ちょっと難しい哲学的な感じになっちゃってるんですけど、大丈夫、恋愛っていうものはするものじゃなくてしてるもの、はい。だからなんか今無理やりやろうって考えるんじゃなくて、あのなんていうんですかね、その時に不意に現れるもんで、恋愛ってやっぱ忘れないんですよ、人の DNA に刻まれてるんで。もうだからあの心配しなくても大丈夫です。でも寂しいって思うのはだから結局その恋愛を探してるから寂しくなるわけで、探してなかったら寂しくもならない。寂しくなるっていうことはまだ恋愛を探してるんで、恋愛を忘れてるわけではない、そういうことなので大丈夫です。はいはい、というわけでね、もちさんいい人なんで絶対大丈夫です、はい、大丈夫です、頑張ります。はい、で最後にじゃあ告知の方ちょっと、はい、やりましょうね。あと1分なんでも、はい、10月のですね21と22日にですね、旗揚げ記念公演、平成FEC の、FEC のがありまして、24周年記念がありまして、チケットもですね、あの僕たちもあるので DM ください、はい、Twitter でも結構回ってるので詳しくはFEC オフィスでね検索したら見れると思うのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、今日もね、はい、チケットは僕たちから買えるんで、はい、前売り料金で買えますので、ぜひ DM に行ってください、はい、21日のがチケットが欲しいったら、あのまたできますの予約、何日って言ってもらえれば、はい、はい、できます。はい、よろしくお願いします。というわけで今日のお相手はデコボコトラベリングのカイリとリョートでお送りしました。また来週も聞いてください。風行かないでね、バイバーイ。バイバーイ。はいはいはい、余計ね、なんか落とさったないから自分のこと好きになってくれる人いないんだろうなと思い始めてます。いや、そんなことはないですよ。先生、本当にやっぱりなんかね、なんか、なんだろう、あのか、まあ、寂しい、なんていうのかな、だから落とさったないのはなんていうのかな、そういうもんというか、うん、そういう たまたまそういう時期というか、そういうタイミングだったってだけで、うん、あ、中津さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。みねちゃん、魔女ふたり好き、お疲れ様、ありがとう、お疲れ。そう、だから落とさたないのってなんか俺は人生タイミングだと思ってるから、あ、何もかもやっぱタイミングだと思う、うん、ね、その時のタイミングがあったからこそ、まあ、今付き合ってる人は付き合えてるわけだし、で、何かのタイミングがあったからこそ俺たちのことを、ね、みんな知ってくれて今ラジオを見てくれてるわけだし、はいはいはい、で全部要はタイミングが合うか合わないかなんだ。そうですね、ね、俺たちがこうやって発信してる、うん、今発信してるのをみんなはたまたま受け取りたいと思って、 うん、そのタイミングがあったから俺たちの情報を受け取れて、俺たちのことを見れて、で俺たちも見てもらって、そのタイミングが合致してるからうまくいってるわけであって、そうですね、なんていうの、だからその恋愛 したいと思ってるタイミングと今来るっていうタイミングが合ってないだけで、そのタイミングが合った時に急に、なんていうのかな、そういうことが来るから、人生要はタイミングなんです。そうです、俺の、まあ、これは全部持論なんですけどね、だから人生タイミングが合うか合わないかなんで、タイミング見つけてっていうか、まあ、いつか合うんで、絶対合わないタイミングないんで、そのタイミングを逃さないようにするように気をつけたらいいと思います。
頑張ってください、ほんとに。カイリーめっちゃいいこと言ってるさ、さっきさ、ほんとに読みたくなかったんだけど、お前、ひろきさんなんで。俺もう見えたから、いいこと言ってんのよ、ほんとに。じゃあ、俺がいいこと言った後に、はい、はい、じゃあ、最後に世の峰さんのコメント。じゃあ、こんな風に言って、今いいこと言ってさ、カイリー、はい、こんな感じで、あの世の峰さんみたいに喋ってる。あの最近、ちょっとだから気になってる言葉があって、はい、まあ、これはもうやっぱり、はい、まあ、大事なことなんだけど、パインパン1万個です。ちなみにパインパンはパイナップルのパンですということで、はい、あのパイパンに聞こえるけどパインパンなんです。それはパイナップルのパンなんです。ヨットが怒るの申し訳ない。パインパンってあのパインのパンなんです。ヨットも、まあ、パイナップルなんですよ結局だから。いやーもう大人だろ。俺も大人だけどびっくりしたよ本当に。ナミネさん、カコちゃんお疲れ様でした。いいこと言ってて、コメントもバカ。はい、中田でもな、声はどんどんしようこうと、その声は皆さんね、忘れないようにしてください、ぜひ。お願いしましょう。DNA に刻まれてるんで、カコちゃんお疲れ様でしたということですけども、で、サイさんお疲れ様です。久しぶりに聞けて嬉しいです。ありがとうございます。いや、こちらこそ嬉しいです。ありがとうございます。よく眠れそうだ、いい夢を見てください。夢で僕とハグしてね。で、まあ、死んだみされる。されるよ、はい、プリムさん、実は真面目な2人大好きと。ありがとう、真面目な2人も、父、僕の父。ゆうねさん、りょうつさん、デート行こうね。行こうね。来週も楽しみにします、ということで。ありがとう。ありがとう。え、高ママさん、お疲れ様。声なんて聞くとドキドキする。そう、ドキドキがみんな、ね、あの、ね、生きる希望。ね、中田猫さん、押し倒していく、押し倒していきます。これは押し倒されたい。はい、お疲れ様でした。皆さん、あと5秒ぐらい。じゃあ、ありがとう。また来週も。聞いてねー。